青山中世明治20年7月23日は、明治時代の家族、陸軍軍人。数少ない家族出身の将校の一人で、最終階級は、陸軍中尉。陽名は、四季の進む、郷は、神峰。室は、土屋虎鹿の娘。養子に、青山忠子女城。中世とその親族の写真。上谷左から、兄の王関増吉。 中世、兄の成瀬忠子へ、弟の忠子八氏の山藩第五代藩主、青山中領の十男として、江戸で生まれ、明治6年5月に、兄の青山忠都氏が、死死のないまま没したために家督を継ぐ。明治7年9月陸軍幼年学校に入学する。明治13年5月に、陸軍士官学校を卒業し、陸軍風評省委に任官する。 同年11月、土屋虎地下の娘民子と結婚する。明治17年死者となり、明治18年5月、陸軍風評注意に昇進するが、明治20年に29歳で死去した。明治9年12月、中世は、旧藩士の指定教育のために、旧神の安藤直樹らに命じて、私立篠山中学年社を設立した。 この際、福沢諭吉に相談して、紹介により、講師も招いている。明治10年1月には、篠山城内の堀内霊順邸宅を5000円の資材を投じて購入して、高知拡張し、私立篠山中年学者と解消した。明治11年に、公立篠山中学校となり、明治16年には、校舎が全焼する事態に見舞われたが、 旧篠の山城内堀内礼順、第二家宅を購入し再建した。明治17年、中学校設備規則発布により、廃校の方針となったために、中世保護基金も募り、明治18年8月に許可を得て、私立、大鳥なる義塾とし存続させた。また、東京にも、進学のための寄宿者少子館を作り、優秀な者を誘学させた。中世の死後、 心は、養子の青山正史城が継ぐこととなる。ありがとうございます。